皆さんこんばんは。8月8日、ネクスファームがお届けしています早わかり農業ニュース、日本農業新聞さんの記事の抜粋からお伝えします。最初は上ですね、トマト牙が20道県で確認、調査拡大。海外でトマトなどナス科作物に大きな被害をもたらしている害虫トマト牙が国内で相次いで確認されています。九州や四国などで発生していましたが、農水省が4月以降に侵入調査の範囲を全国に拡大したところ、20道県で確認されたとのことです。続きまして真ん中ですね、カボス、スイカなど自販機で特産 PR、 全農などイオン商業施設に設置。全国各地の特産品を使用した飲料などを販売する JA 地域商材自販機が好評だそうです。イオンモール、イオンディーライト、JA 全農の3社による協業でイオンモールが運営する商業施設内に設置しています。地方色豊かな商品を手軽に購入できると人気だそうです。地域特産品の PR にも一役買っているとのことです。それでは最後下ですね、コロナ5類以降3ヶ月、農産物需要に明暗、物価高で低価格帯は伸び。新型コロナウイルス感染症が5類に移行して8日で3ヶ月、人流の活発化で外食や観光需要の回復が期待されるものの、物価高による節約志向で伸び悩みが見られています。農畜産物の売れ筋は値頃感のある商品にシフトし、高価格帯では苦戦が広がっているそうです。和牛は観光地を中心に需要が大きく伸長、国内旅行客、インバウンドともに人気の東京都内の観光地に出店する和牛メニューを売りにした飲食店は、破竹の勢いで客足が伸びていると対応に追われています。地方でも飲食店や旅館向けの銘柄和牛は被害が強いそうです。一方、物価高の影響で家庭消費が落ち込み、相場は低迷。縦値となる東京食肉市場の加重平均価格は5月以降も平年を 5% から 7% 下回って推移しています。果実も似た傾向だそうで、東京の青果卸はメロン、アールスなどでホテルや機内食向けに高まっているといいますが、小売店では節約志向を受けて値頃感を打ち出せるカット売りのスイカなどの売れ行きが良いそうです。しかしながら大玉のメロンやマンゴーなど1000円以上の高級果実が売れていないといいます。一方、米はコンビニや外食向けなど業務需要に勢いがあります。農水省がまとめる米卸の直近6月の販売数量は、昼食外食向けが前年比 4% 増と前年超えが続いています。小売向けは販売数量こそ堅調ですが、節約志向の高まりで高価格帯銘柄の販売は鈍いとのことです。はい、それではここでネクスファームからのお知らせです。ネクスファームではスマート農業ハウス賃貸募集ということで、このスマート農業ができるハウスを借りてくれる方を募集しています。ハウスの規模なんですが、1棟あたり幅9メーター、長さ54メーター、高さ5メーターとなっていて、総面積約495平方メートル、150坪のハウスとなっています。特徴としては耐雪耐寒仕様で ICT システム導入、自動設備制御を行えるということと、換水制御システムによって自動換水が行えるというところが特徴になっています。外側の設備の例としては、こちらの絵にあります通り、換気扇や転送、外部上下側走というのが自動で開閉するのに加えまして、内側については遮光カーテンですとか保温カーテンがついていて自動で開閉を行います。今後ろで、閉じようとしているのは遮光カーテンですね。夏の暑い日にはこういったものが閉じて、暑さを防ぐということができるという仕組みになっています。このハウスなんですけれども、今なら格安ということで、なんと1棟あたりですね、月額5万円でお貸しします。土地代、建物、システム保守料、電気代、水道代、全部込みになっています。入っていないものとしては暖房燃料ですね、灯油代のみ実費精算となりますので、灯油代を使わなければ、この5万円だけでできるというところになっています。ぜひ、お声掛けのほどよろしくお願いします。またこのハウスの活用方法なんですが、新規事業の負担軽減ということで、新規収納の際に設備費用をかけずにですね、まずは賃貸で農業をやってみるということだったり、異業種の参入だったり、そういったところで活用できるものとなっています。他にも農業以外としまして、全店舗型のアウトレジャー施設として内部に遊具を設置しての運営でしたり、室内ドッグラン設備のようなものに入れてですね、ペットと過ごす新しいレジャー空間の提供ですとか、
または雨風をしのぐ、資材置き場といったものですとか、そういったものにも使えます。いろんな使い方ができますので、ぜひ、これを機会に借りてみてはいかがでしょうか。問い合わせ先等は、こちらの下に書いてあります。メールか電話にお願いします。それではここまでご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。